姉川に平清盛を打ち破った馬超たち討伐軍、蛇法の儀式を阻止できたものの、清盛は打ち果たせなかった。しかし新たに仲間となった仙人佐治の導きによって、清盛の居場所はすぐに判明した。定軍山、容器の流れから判断するに、そこが蛇法の本拠地に違いなかった。残る蛇法の犠牲者も全てそこに集められているはずである。今こそ悪しき蛇法を打ち砕かん。疑心を燃え立たせ、馬超らは進軍を開始した。追い詰めたぞ平の清盛、我が正義の槍で蛇法を打ち砕かん。うん、今こそ蛇を破り正しきを表すのだ。正しき義を胸に、いざ参らん。あの、私たちはどうしたら。とにかく出陣ですね。孫権様に囚われているか。孫権様を俺が救う。しばし小生の力を貸すとしよう。行くぞ、今日こそ清盛を討ち蛇法を砕くのだ。待て馬超殿、西方に妖魔に襲われている一団がいる。彼らを救わずに義をなしたとは言えまい。では私たちが救援に参りましょう。悪いね、お前のお仲間みんな俺の言いなりなのよ。そんな、お願いみんな目を覚まして。ここは俺に任せて先に逃げな。でも大丈夫、必ず追いする。小町長くてでもする。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。しんがりを買って出るかよ、色男だね。猿に言われても嬉しかねえな。幼女さんとの不気味な旋律を感じます。急ぎ向かいましょう。次こそは我が知略でお前を倒す。メッセゴフィン。ありがとうございました。私は大丈夫です。それよりも
私を逃がすため、とどまった方がいるのです。どうか、救いの手をお貸しください。不穏な旋律を感じます。よし、義は果たされた。いざ、邪法を打ち破らん。時間は稼いだぜ。だから泣くなよ、聖女さん。その素敵な笑顔のまま前に進め。よしたまえ、よしたまえ。じゃあな、ヒロ男、楽しかったぜ。さーて、次の獲物を探しに行くか。遊びすぎちまったか。解散だ。また来るぜ。ああ、どうしたらみんなを正気に戻せる。術者である孫悟空を倒せばきっと。希望を持って戦い抜きましょう。はい、待っていて、みんな。清盛様、参りましたぞ。人間どもを叩き潰せばよいのですな。少子、この程度の軍勢でこれは止められん。アリナシ勝者の戦士か。態度が悩む。がかからねえの？よっぽど石頭なのかよ。不動の報いを受けてもらいます。姉川では世話になったな。どうしたらきっちりつけてやんぜ。お前、くそ、やられちまった。すまねえ、おっさん。ここは、俺は何をやっていたんだ。ああ、みんな、あったのに。おう、悟空を破ったか。
すまぬ。聖剣様、しばしお待ちを。素早いサブリ、手本といたします。ここで口当てろ。素晴らしいぞ。平らかなる世はまだ先か。ここまで追い詰めておきながら清盛を打ち漏らすとは。だがこれで邪法の本拠は制圧した。以後操られる者も減るだろう。正しき義の勝利だ。妖術に操られ妖魔の手先になるとは。関雲長、一生の不覚。それは我ら皆が感じていることだ。二度と我らのようなものを出さぬために平の清盛は打ち果たさねば。というわけで俺たちも協力させてもらうぜ。危ないところを助けていただきありがとうございました。この世界の平和を取り戻すため私もお手伝いします。それにあなた方は時を渡ることができると聞きました。その力を貸していただければきっとあの人も。このせいか。長殿、半兵衛殿らの活躍は目覚ましい。平の清盛は退けられ奪起は追われた。この状況なら偵察もしやすいわ。逃げた酒呑童子の姿を追えると思う。それは頼もしい。我らだけが戦果を上げぬわけにはいかん。ぜひともお願いする。
ました弁慶。一の家来が大泣きとは世に示しがつかぬぞ。だってよ、やっとやっとなんだぜ俺だって。仕方のないやつだ。だがよく戻ってきてくれたな弁慶。ここまでよく妖魔を倒してきた。貴様を許すぞ。あなたの力を借りれば過去へ戻れる。それは本当のことですか？さようにございます。戻りたい過去、お救いになりたい方があるのですね。私がこの世界に招かれた直後、小牧長久手という場所に至ったあの時へ、もう一度あの戦いをやり直したい。あの人と共に戦うために。太刀を救うためじゃ、わしも一肌脱ぐか。まあ美人を放ってもおけんしな。